今週のアゴラで、一番反響を呼んだ記事が、この中澤良平さんの「学校は勉強するところではない」という。この中澤さんっていうのは現役の学校の先生で、サラリーマンを辞めて、先生になってですね、公立小学校の先生になって1年半ぐらい経ってみて、まあ、そのいわゆるその荒れる教育の現場を見てですね、これはちょっとそのとても教育するところにはなってないんじゃないかということを、まあ、その実感として書いてるんですね。で、まあ、最近いろいろ組体操で怪我する子どもが出てきたり、いろんなまあ、こういう小学校中学校での教育のやり方について疑問が出てるわけですけれども。まあ、これはもう昔からね、議論されてる話で、要するに今のこの小中学校のこの荒れてる状況っていうのは、どうすればいいんだろうかという非常に切実な問題提起だと思うんですね。で、まあ、僕はちょっとこれを受けてですね、まあ、学校はそもそもまあ教育するためにできた施設じゃないから、教育には向いてないんだよと。いうことを書いたら、またこれまた、なんていうか、何言ってるんだという大変な非難を浴びたんですけども、少なくとも歴史的に見てですね、この今のような公教育、その何百人も子供を集めて整列させたり体操させたりですね、そういう形で教育をするようになったのは18世紀以降、19世紀以降って言ったらいいのかな。 まあ、一番はっきりしてるのはフランス革命の後にその公立学校っていうのが整備されたんですね。で、その前からこういう大規模な学校っていうのはあったことはあったんだけども、それは大体その兵隊を養成するための設備だったんですね。で、それを真似て、フランス革命で国民開兵にした時に、要するにその軍隊的な規律を子どもの時から学ばせなきゃいけないということで、公立学校、今の我々が知っているような公立学校っていうのはできたんですね。だから要するにその子どもを教育するっていうだけのためだったら、日本だって塾とか寺子屋とかね、そういうのあったわけだけど、でその方が効率的なわけですよね。子どものその習熟度っていうのはもう非常にバラバラですから、一人一人「君はここわからないの？」っていうふうに指導してあげるっていうことが一番教育する時にはふさわしいわけですけども、ああいう何百人も集めて全く同じ規則的な行動を取らせる、それも例えば遅刻をしたらね、厳罰に処すとか、そういうふうに時間を守らせて全くみんなと同じ行動を取らせるということに、学校の教育ってのは非常に重点を置かれてますよね。特に日本の教育はそういう傾向強いと。でもここに中澤さんも書いてるように、そのいわゆる日本教を教えると、つまり他の人のやってることに同調させるってことを教えるという場になってしまっていると。やっぱこれがね、今のその荒れる教育と言われる状況の一つの原因だろうと思うんですね。つまり子どもがそれぞれバラバラ、いろいろなのに、一律のそういう組体操みたいなものをですね、やらせて叩き込んで、それができない子どもは排除していくというような、まあ家父長主義っていうんですか、そういうものがやっぱりいまだに日本の特にその初等教育で治ってないと。で、これはね、結構大きな問題で、これから日本はやはりその教育で食っていかなきゃいけないわけですよ。つまりその製造業がだんだん競争力が落ちてきたのは、やっぱり中国でもシンガポールでも台湾でもですね、そのもう日本の作れるものはみんな作れるようになってきたわけですね。そうすると日本はこれからいわゆる知識集約型の産業で生きていかなきゃいけない。そうするとその知識ってのはどこで身につけるかっていう、それはやっぱ学校で身につけるしかないわけですね。ところがその今学校っていうのは、その教育よりもですね、そういうその規律を叩き込むっていうことが中心になってしまっていると。で、小中学校の問題はそれはそれで大きいんだけど、もう一つはこれもよく言われることだけど、日本の大学の競争率、競争力がものすごく落ちてると。
今年はなんか東大が世界の30位ぐらいになっちゃって、もうとにかく全然日本の大学は研究水準でいうと世界の中でもどんどん落ちていくと。大学アジアの中でももう香港大学に抜かれたりですね、東大がもうその香港よりも下になってるっていうふうな状態になってると。これも前から問題になってるわけですね。要するに日本の学校なり大学っていうのがその教育をするのにあんま向いてないということが問題なんですね。でこれなぜなるんだろうかということを、まあ、今週ちょっと僕も書いたんですけれども要するにこれはね、教育学校とか大学というものに基本的に2つの機能があるんですね。1つは、まあ、その教育するという機能なんだけど、もう1つは実はその子どもを選別するっていう機能があるわけです。でこれはその高等教育になればなるほどその選別する機能の方が大きくなってくるんですね。例えば僕はどこの小学校の出身かっていうのは誰も知らないし、知らなくてもいいんだけど、僕はどこの大学の出身かということは僕の社会的評価に多大な影響を及ぼすわけですね。つまりその教育っていうのは必ずしも教育だけをする場じゃなくて、大学の場合にはその人間を選別する装置として大きな役割を果たしてる。でほとんどの人はね、学校を論じるときに教育は論じるんだけど、この選別機能って論じないんですよ。でそれはまあ学校がね建前として教育機関だってことになってるんだけど、実態はね、今そのほら文系大学がけしからんって言われる話で問題になってるように、その日本の文系の大学なんかな、教育の中身なんか全くないわけですよ。僕なんか自慢じゃないけど、その学部で授業なんかほとんど出なかったけど卒業させてもらったしね。それでも一応世の中ではなんか東大卒だとか言うとなんかね、もうそれだけでそれなりのねこう信用あるでしょ。でどれぐらいその大卒という肩書きに価値があるのかっていうのは、これは考えていろいろあるけども、まあいろんな文部科学省とか厚生労働省とかね、そういう役所が出した統計で言うと、大体障害所得で見た場合に大卒平均と高卒平均っていうのは5000万円ぐらい違うんですよ、ね、つまり要するにみんながなんであんな一生懸命その大学いい大学に入ろうとするかというと、要するに、まあ、はっきり言って大卒だっていうだけで障害所得が5000万も違うわけですよね。だから今ね、国立大学の授業料が50万ぐらいなのを私立大学並みの80万にね上げようとか言ってるけど、50万って言ったらまあ年間で200万ですよね。それを300万ぐらいに上げようかっていう、まあ財務省が上げたいと言ってきてると。でそれに対してけしからんって話がいろいろ出てるけど、それね、年間4年間で300万円の授業料っていうのは一生で5000万のその高い所得を得るための投資としてはね、ものすごく効率が高いわけ、収益率が高いわけ。だから実は私学助成金なんてのはいらないわけですよ。あれはまあ憲法違反でもあるしね。で私学助成しない と、まあ、1人だったら1年に16万ぐらい、私学助成が出てますから、まあその私学の授業料は100万ぐらいになるでしょうけど、その100万として彼400万になったって、まあ私学って言ってもね、下の方はダメだけど、まあそこそこの私立大学だったらその年一生涯の所得はその何十倍かになるわけですよね。だから実は大学っていうのは公的に支援する必要はないというのが、まあ経済学者がドライに考えた場合の結論なんですね。要するに私的な収益率はものすごく高いわけですね。今みたいにおそらくどう低く見積もっても投資に対して10倍以上の収益率が、10倍とか20倍の収益率がおそらくある。じゃあこれ社会的にね、大学がそのプラスになってるかっていうと、例えばその文化系の大学でね、4年間その、まあ、何かよく分かんないことを教えて、でそれで4年間その教育内容でもって人的資本が上がったかっていうと、これもね経済学でいろいろいろんな計量研究をやってて、例えば双子のね
一卵性双生児が大学卒と高卒なんていうケースがあるんですね。それ見てみるとね、能力が全く変わらないんですよ。だけど所得は障害所得で5000万ぐらい違うんですよ。それ大学の役割って明らかに肩書き販売装置なんですね。はっきり言って文系の大学はそれしかないわけですよ。でね、この現実をまずね、ちゃんと直視した上で改革を考えないとね。なんかスーパーグローバルとかって言ってるとこけちゃって、ね、逆に今みたいに文科省みたいなこんな文系の大学いらないとかってお騒ぎになってるけど、なんでそういうふうに迷走するかっていうとね、大学は教育機関だと思ってるからだし、小中学校は教育機関だと思いますけどね、大学はね、もう9割以上ね、まあある種のディプロマミルみたいなもんですよ。まあディプロマミルは金だけだけど、この要するに普通の大学はちゃんと試験を受けて肩書きを与える機関だというふうに考えたい。だからその場合にどういうふうに今後ね改革すべきかというと、要するにその例えば大学で言うとね、理科系みたいにある程度のトレーニングが必要なもの僕は残ると思うんだけど、文系の大学ってね、まあはっきり言ってカルチャーセンターみたいなことをやってるだけなんで、そんなもんね4年間若者をあそこに閉じ込めてやる必要ないわけですね。それこそ、我々がやってるね経済塾とか読書塾とかそういう、こう少人数でこうそれについてこう知りたいと思う人が集まってきて、でその人たちと個別にね先生が話し合うっていう、その塾の形の方が教育のやり方としては望ましいわけですよ。日本だって江戸時代までは塾とか寺小屋でやってたわけですから。だからその教育機関としての学校とその肩書き販売機関としての学校っていうのをね分けて考えたい。まあ、経済学ではそのジョブシグナリングって言葉を使うんですけどね、このシグナリングの創始としての学校っていうのははっきり言って入学した段階でもう役割終わってるんですよ。だからねユニクロなんか1年生の4月2日から内定出すでしょ。あれなかなか合理的な言い方でね、就職協定なんかもう全然無視して、とにかくねなんとか大学に入ったということでその人の価値がある程度わかるので、もう4月2日に内定出して辞めたかった辞めてもいいよというふうに、もう企業もこれからなっていく可能性があるし、まあ僕はそれは合理的だと思うんですね。だから要するにこれからね日本の大学あるいはその小中学校も含めて教育機関を改革するときに、その学校は教育するところだという固定観念を捨てた方がいい。むしろその肩書き販売機としての機能ならもうそれに特化しちゃってね、もう大学今ほらもうね大学で教えてるとね一番面倒くさいのは3年生頃からね就職回り始めてね、こうみんなねこう欠席届とか出してくるわけですよ。でもうとにかく3年の後半ぐらいからはね学校の勉強なんかほったらかしで就職回りのことしかみんな考えてないわけね。そんなの全く無駄なことやってるわけで、そんな1年生の4月にもね内定出しちゃえばいいわけですよ。であとは気楽にね大学出たければ出ればいいし、で中退で就職する人もいてもいいし、いうふうにもう大学っていうものをある意味でその人々をねこうスクリーニングする装置だというふうに割り切っちゃった方がいい。でそういう装置だと考えると、今文科省が言ってるねこう人物本位の入試っていうのはもうこれは愚の骨頂なわけですよ、ね、日本が明治以降なんで成功したかっていうと、例えばその高等文官にしても帝大にしてもですね、この水上学生の子どもでも優秀だったらそのペーパーテストで入れるという非常に公正なテストをずっと続けてきたわけですね。そのことによってこう優秀な人材が実力だけでその国家の中枢とか経営の中枢に行くことができるという仕組みを作ったことが非常に大事なのであって、それをね人物本位とかやるとなんかそのおぼかたさんみたいなね出てくるわけですよ。要するに口だけうまくて中身のない人が大量にね出てくるわけ。
で、これはまあむしろ欧米では前から指摘されてる問題ですよね。皆さんなんかハーバードとかね、オックスフォードとかってすごい理想みたいに言うけど、オックスフォードなんであれ貴族ならもう貴族の枠っていうのがあって必ず入れるとかね、ハーバードなんかもう金さえ出したら入れるとかね、非常にはっきり言って、まあピケティも言ってるけどかなり腐敗した機関なわけですよ。でもその金で世界中からね、そのいい先生集めてきて研究論文たくさん書かせるから大学のランキングが上がると、そうすると世界中から大学に優秀な学生集まってくるから、ほっといても大学レベルが上がるっていうことになってるだけのことであって、残念ながらね、日本はそれ真似できないんですよ。日本はむしろそのペーパーテストに徹した方がいい。あのおかしな AO とかね、推薦とかね、人物本位とか、もうそういうのは絶対やめるべきだというのが私の結論であります。